正月1月2日になりました。今から出かけたいと思います。温泉と海といろいろ。釣りヶ崎海岸で、あの2020年の東京オリンピックのサーフィン会場です。これ太平洋なんで、これをこのままずっと歩けば、泳げば、あのアメリカのね、LA に着きますよ。行きますか。じゃあ、あそこ行ってみましょうか。あのギリギリで看板立ってるんで、まあそこまで行けると思う。立ち入り禁止になってますね。危ないので、こんな感じで波がね。まあ、一応ね、今、ゴルフクラブみたいな、ゴルフ場みたいなんですけど、まあ、温泉に着きました。それでは、ね、なんかちょっとザ・ジャパニーズ、ね、うん、的な感じで、いい感じです。めちゃくちゃ豪華。実はなんか全然違うところでした。温泉ないただのゴールショット。温泉って何ですかみたいな顔して。新年早々やらかしました。めっちゃ笑ってる。Google マップでもう一回場所を打ってます。ちょっと街の方に出て、レストランの方でまず腹ごしらえ。腹の。取り出せるっていう事件ですか。炭酸風呂入ったの。そう、まあ中から温まるっていう感じね。さあ、もう夜になってしまったので帰りますか。行きます。